やっちゃよー、ライキジョーンズです。ということで、と今日もやっていくんですけど、今日はねちょっと RPL っていうなんかアマチュアの大会があるんですけど、それをね普通に出ていて、ちょっとね4戦ぐらいやって、1時間ぐらいかなやっていて、めちゃんこめちゃんこ疲れましたね本当に。でまあその後とりあえず明日はあのトレハンでオフ会に行くんで動画撮れなそうなんで、今日は前日にちょっともう一本動画撮っちゃおうと思ってね。さっき使用感試してみたんですけど、なんかっていう出来にボコられて、まあいけんだろっつってね、2勝2敗なんですけど、まあ軽く4連勝ぐらいして終わりたいなと思うんで。そう、もうスナイプかなってぐらいの出し方されて泣きました。とよろしくと。これバルキー前行く、オッケー、よいしょ、ドン、オッケーオッケーオッケー、相手入りない、トゥントゥントゥン、うわ反応してるし、だるい、オッケーオッケーオッケー、まあこっちのワンチャン工場、オッケー、こっちもワンチャン、オッケー、ということで出すものがないんで、これラバーしかないですね出すもの。これいっか、これでガゴメで処理すればいいかな。 AYAY と、何も出してこないと、よいしょ、まあこいつはね、おっとその挟み込みはうまいが1匹ぐらい多分残るぞそれ。うんだよね、うまいけど甘いですねそれは。ザップ使ったんでガゴムレぐらいしか、でこれでザッピーのえいえいえいと、ここで来るかな、まあまあまあと、なんかバルキリーは温存しときたい感があるので、よいしょと、トゥントゥルントゥン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 、でこれ二重子の方に同じようにやっていって一本交換かな、多分こっちは守れん、守るか、まあザップだよね、守れるなこれ。オッケーオッケー、おいしい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 、工場が来て、これ多分ぐるんとで程よい感じ、ぐるんとオッケー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 、でぐらいに来るんで拾っていき、オッケー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 、これで真ん中に30子が来ると思われるので、 OKOKOK、 これ今ねディガーとガゴで手札回していって、これに来るんで、よいしょ、 OKOKOK、 OK 対 OK 対ですね、よいしょ、おやおや日本クランですね。部屋の片付けまだ終わってないですね、やんなきゃ、やんないとトレハンに、あーと、やんなきゃトレハンオフ会に行けないっていう縛りをねなんとなくつけたんで、んーあーどうしよう、めちゃんこどちゃくそ渋いですねこれは。とりあえずガゴを穴掘りで削っていこうのかな、もう渋すぎる、所属ですねこれは、よいしょ、まあ言うて、まあめちゃめちゃ削れたんでね、よしとしましょうかね、よしとし、相手多分これ5打つやりあるかな、あったら嫌なんだけどな、よいしょ、オッケー対オッケー対、
これカウンターいきます。これどうせアイスイーズが出てくるんで、ここら辺にリガー出していってドンと、オッケーオッケー。ここに出すとね、あの真ん中に出したユニット、今の槍ゴブとかもあの竹が吸えるんで、これでね裏に投げるよりもなんかユニットで相手が守ってきそうな時はここら辺の、あここら辺のね前あたりに出すのが AI ですね。よいしょ。でこれ相手ババガヤ対スイーズとかしかいないんで、どっち出すんだろう。ババガヤ出すん、渋くないかそれ。でこれギリギリ、あーまあいいや、ダクネを出してコウモリ生産しつつ一発で、とりあえず一発で、あんま殴られたくないんでね。よいしょ。オッケーオッケー。完全に俺のサイクルですねこれは。えい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 と、そんな甘くねえぞと。おやおや、エリが溢れてしまった。よいしょ。ドン、はい勝った、これ勝ちですね。よいしょ。でこれ1本折っちゃえばここにクロスが来るんで、まあ、ここにバルキリーとこうねダクネを出してクロスが来ても秒で OK OK、 あーと言ってきますか。よいしょ。いやー頭痛くなってきたな、もう掃除したくね。でもこれをしないともうそろそろね一人暮らしも始めるんで、家を出る前にちょっと小綺麗にしとかないとね。ディガーかサンガゴかってとこっすね。まあディガーでいいか。いやかぶったー、かぶってしまいましたね。どうしようかなこれ。とりあえずサンガゴで両サイドを、あーバルキリーよかったかなー。よいしょ。おいしょ。あそこね、5打たれると、放置すると、土着ソ入っちゃうんで。くるん。ああ、もう一発耐えないか。じゃあ、これ、ダクネのあれで、生産したコウモリで、メガゴを止めていって、おいしい、おいしいと。相手、5を打ってから何枚切ったかな。1。あ、そんな絶対回らんよな。よいしょ。この手前の、いや美味しい、美味しい、止まんねえだろ絶対これ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。相手はこれで5を、てかもはや相手はここでロイホグぐらいしかいないので、ロイホグと呪文がいっぱい今手札に、呪文2枚とロイホグとあと何かしらが手札にあるんで、ガゴ切りつつ、あ、土石か。今相手の手札、墓石、ロイホグ、呪文2枚とか、そろそろ来ると思うんだよな。なんで、ロイホグ警戒をしつつ、ラバ出してからロイホグっていうのが一番めんどくせえんで、まあこれで1分切ったら前に、よいしょ。あ、やべえ、外した、マジアチャに。まあ、AY、AY。だる、だる、だるい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 。まだ守れるな、これは。よいしょ。そうだよね。絶対ユニット読みで来ると思った。こう、防衛のパターン変えるのも大事っすね、やはり。で、ここは、よいしょ。まあ、こっちはね、相手からしても、ファイブ構えるだけですね。
カンカンカンと。いう感じで、まあまあまあと。まあね、ラバーだけじゃなくて、今回ラバー出したかなって感じなんですけど、とりあえずね、なんか他の相手の手札も読んで、なんかいろいろな攻めができるんで、多彩なね、やっぱ穴掘りがいることによって、バルーンはいない、やっぱバルーンが欲しくなる場面もあるんですけど、やっぱね、穴掘りがいることによっていろんな多彩な攻めができるんで、おすすめっすですかね。あと一勝ぐらいいっちゃうか。これでね、負けて GG みたいなパターンが少し見え隠れしつつ、よろしくと。金髪ね。あと、この動画見てる人で、ポノスオフ会来る人は、あれっすね。俺、18がポノスオフ会なんですけど、17にね、金髪にしようと思ってるんで、まあね、初、見れる人は初金髪っすね。あ、なんだよ。もう。まあ、これで相手は、なんだろう。何ができるかな。丸太転がして手札回すか、ケツバルキリーとか、アイス、これか。よいしょ。いや、だる。いや、マジか。それは読めんかった。なんでそこに投げるんや。ラバ行っちゃおうかな。後ろにギャングとかつけられそうな気がするな。これで ISP 手札回して来ないと。よいしょ。後ろの方でね、ダメージ負っちゃうけど受けてって穴掘りの残してからトンと。 OKOK、 1体しか当たってない。で、まあこっちもやっていって受けたい受けたい。頼む。あー、もうちょい入れて。頼む頼む頼む。いや、足んねえよマジで。気合が足んねえ。これでもな、8枚ギャングとかされてもだるいしな。少し受けてバルキリーの襟だけ OK。 そうそうそう、こうなるんすよ。なんで OKOK、 2倍になったな。姉妹プリンが来そう。来ないか、さすがに。よいしょ。じゃあの、絶対これが止まんね。あ、前だな。よいしょ。オッケーオッケー、次防げば。よいしょ、出していき、端前を防いでいき、ファイボで防いでいき、シャーン、 GG ですね。えい、グッドゲームと。あーつって、まあこんな感じですね。よい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 という感じで、まあいい感じに12勝できたんじゃないかなと思います。おっと、してないな、やばいやばい。6勝、まあ4連勝ね。 AAA と。まあこのデッキもね、強いんで使ってみてくださいということでね。やっぱムートあんま引かなかったけど、ムートが多いんでね、やっぱソラシリーズがこういう、そう、こういう、なんだろう、ロイホグの結構、まあこれは割と耐久入ってるか、結構なんだろう、ムート入れて、バルキリーも環境的に入れたくて、バルキリームートが入ったデッキが結構いて、それでなんか陸別班になってるところを、その空系でゴリ押すみたいなね、感じで。まあこのデッキだったらラバミラーにも勝てるんで、まあおすすめっすね。ってことで、ぜひ使ってみてくださいって感じで、お疲れ様でした。